こんばんは、日常 M です。本日はミスタードーナツのスノーミン×ブラックサンダーコラボドーナツとポンプエリのポンデルウィッチを食べたいって言われた。どんな味なのかな、ブラックサンダー。お店のバッタの食べたってそれはどんなん。ではマットフォドーナツはいただきます。ブラックサンダーのあのザクザク音が見事です。今調和してね、まあ、想像以上にすごいグザクという、まあ、響いてきて、今回じゃなく何度も何度もコラボってほしいと思えるのはです。食べたいな本当に。そして生地が変わるとまた違った美味しさが。あなたもぜひ食べてほしい。チョコレートやクッキーが好きなら、あ、ドーナツを忘れてました。すみません、いつどの商品で。ごちそうさまです。こちらの3種類のブラックサンダーコラボドーンは、それはザクザクとしているブラックサンダーにクッキー食感か、それぞれのドーナツをお待ちしたな。オールドファッションの角、コンベニングの持つチョコレートドーナツ、どれとも合っています。ブラックサンダーが見事にミストドーナツと完成しましたね。こちらのコンベニング2種については、1元リットルでか、いちごの甘酸っぱさやミルクのまぶしさはそんなに強く感じなかったですね。なのでちょっと思っていたのと違うかなと思います。こちらのブラックサンダーで食べたコンベニングの生地、クッキー解消がそれらを補ってハマリアの美味しさを出していたので、代表として5点とさせていただきます。それでは本日のありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただき、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。